飛行中のリトル上2ロケットアポロ A-001 とは、アメリカ合衆国のアポロ計画において、二度目に行われた緊急脱出用ロケットの発射実験である。A-001 の目的は、より過酷な条件下で、レが正常に作動して指令船を安全に分離させることができるかということを試験するためのものであった。前回のテストでは、 地上に設置した発射台から打ち上げられたが、今回は、1000音速で飛行するロケットから空中で分離させようというものである。レシケンのために徹底的に経費を削減して開発されたリトル上2ロケットは、今回が2回目の飛行であった。上段に、デトモギのアポロ指令、機械船の模型を搭載し、アルゴル固体燃料ロケット1機と補助ロケット6機で水力を発生させた。 強風のため予定よりも24時間遅れたが、A-001 は1964年5月13日13時1秒に発射された。上昇の途中で地上の管制官が信号を送りロケットを爆破し、同時にレが点火されて指令船を分離した。この際、指令船底部の耐熱保護シールドが若干のダメージを負った。44秒後、陶器用ロケットが点火されて、 レと司令船は問題なく分離された。着陸の際、パラシュートの1機が絡まって展開しなくなってしまった。ため投機されたが、問題はなかった。司令船は3機のパラシュートのうちの1機に問題が発生しても、残りの2機で安全に帰還できるよう設計されているのである。ちなみに、パラシュート3機が展開した時の着陸速度は秒速7.3メートルで、 2機の場合は秒速7.9メートルから9.1メートルである。指令船は350.2秒後に発射地点から6.82キロメートル離れた場所に着陸した。到達高度は9.08キロメートルであった。パラシュートの故障を除けばすべての実験は成功した。ありがとうございます。